2007年 NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会は2007年に日本で開催されたフィギュアスケートの国際競技会2007年 NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会は2007から2008年シーズンの NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会で国際スケート連盟主催2007-2008年シーズン ISU グランプリシリーズの 第6戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2007年11月29日から12月2日にかけて、日本の仙台市体育館で行われた。2007、2008ISU グランプリシリーズ全6、大会、男女シングル各12名、ペア各8組、アイスダンス各10組の出場選手は、1選手最大に大会まで、 2007年世界フィギュアスケート選手権の成績2006から2007年シーズンベストスコアランキング2006から2007年シーズン終了時の ISU フィギュアスケート世界ランキング及び過去の世界選手権の成績に基づき選手個人に対し招待がなされた今大会開催国の統括団体である日本スケート連盟に対しては今大会の 各種目定員のうち最大3人の出場枠が用意された。競技会場の仙台市体育館のリンクは縦59メートル横30メートルである。標準的なフィギュアスケートリンクサイズの縦60メートル横30メートルとは異なる。入賞者には下記賞金が授与された。入賞者には競技後のエキシビション出場が義務付けられ、不出場の場合は、 賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされた。入賞者以外のエキシビション出場者にはベッドシングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル支払われるとされた。ありがとうございます。